台風7号の影響により、豊平川及び石狩川が氾濫。現在、広い範囲で浸水が確認されており、東海中央において孤立流水が発生しているもよう。これを受け、先ほど北海道知事は自衛隊に対して、災害派遣を要請したことから、児玉駐屯地に集約し、北部方面航空隊は、第3次強風部隊展に移行し、孤立流水の調査者、救助担当等を実施いたします。被害情報収集のための航空データを活用。
の方は自衛隊の救急車およびヘリコプター機に搬送しています。我が国に上陸した敵の侵攻を阻止し、あらゆる火力により敵を撃退し、撃破する場面をご覧いただきます。砲弾の訓練展示においては、大きな音や爆発音が発生します。ご注意ください。状況開始。
開始のおかげで、高機動車及び火砲は、普通カレンダーに編成されております。120日、18月号です。一定の範囲を制圧できるタイプであり、車両全員に加え、CS-47 無双ヘリコプターによる吊り下げ空母も可能です。これより、敵の艦艇を制圧します。中隊長、こちら18小隊、射撃準備完了。18小隊、こちら中隊長、敵艦艇に射撃せよ。18小隊、了解。現在、左手において120ミリ18メートルによる射撃を実施しております。ダンチャーズ、クロープ。続いて、左手に見えますフロントを有するバッテリー車両が速報機能連帯に配備されております。人の人に機能検討され、 MCV と呼ばれている最新の装備です。主砲は105ミリ大規模砲が装備されており、足回りは片平ではなく装輪仕様になっており、塗装濃度では最高時速 100km に到達する機動力を持っております。中隊長、こちら MCV 分隊、敵車両を確認、射撃する。中隊長、了解。ご注意ください。目標、津波のない敵車両、集中で。中隊長、こちら MCV 分隊、敵車両撃破。中隊長、了解。火力戦闘部隊の射撃により敵の戦力を粉砕させることに成功した部隊は、突撃の条件着衣のためヘリガンを発動しました。重隊はこれより主力の突撃を用意せず、ヘリボーンにより敵の迫害に部隊を到着させ、次の戦闘力を分散する。聞こえてきましたのは 12.7 ミリ重機関銃を装備した有限機関銃、通称ガンハンターです。ヘリボーン部隊の攻撃地域を制圧し、安全を行います。ヘリボーン部隊、こちらガンハンター、こちらの隊に敵艦艇を確認、入ります。ヘリボーン部隊、了解。Thank you.
中のプログラムを終了いたします。